にちは。こんにちは。じゅんです。そして、マイケル明日香です。すいません。今日もお邪魔しました。あ、お邪魔してます。すいません。お邪魔してます。はい、今日も、はい、マイケルゴルフ TV のマイケルさんと一緒に撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回の動画は、はい、ドローとフェードの簡単な打ち分け方。はい、はい、そうですね。打ち方。そうですね。はい、そう、だからあのゴルフ あのみんな練習っていうと、まっすぐ打つことだけ普通考えちゃうじゃないですか。うん、いや、曲がるんだよねって、まっすぐ、うん。こういう球体のものを打ってて、風もある中でまっすぐのボールを打つ方が難しい。うん、ってか、ほら、不可能。だから、どっちかに曲げちゃった方が、スコアメイクしやすいよねっていうことで、はい、やっぱり持ち球を決めるっていうのが上達のポイントだと思うんですけど、はい、まあ、そのドローとフェードの打ち方を、簡単に今日は、ね、説明をしていきたいというふうに思います。うん、はい、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドライバーの打ち分けって結構難しくないですか？え、ドライバー、そうですか？ドライバーそんな難しくない？難しくない。一番曲がりやすいクラブですか？あ、はい、簡単に打てる。打てる、打てる。で、割とその他のクラブと違って、うん、条件がほとんど同じじゃないですか。あのティーアップして、はい、平らで、丸程度平らで。大平らで、うんうん、まあ、いろいろね、コースちょっと傾斜があったりするけど、うん、基本あまり練習場と変わらないんで、そうですね。そういう意味ではやりやすいです、うんうんうん、はい。ちょっと打ってみましょうね。はい。うん。治っちゃってるね。今意識して前回の前回の引き続きやっていく。で、自分の持ち球ってどっち？本来はこっちなんですけど、フェード系なんですけど、最近もうドローなのか、どっちかっていうとこういう球が出ますね。これ見てもらうと、これ今左に引っかかっちゃってるんだけど、左に引ってる。このクラブパスっていうのが軌道、はい、でこれが、フェースの向きのことを言ってるんだけど、これが今左で全部左向いてるんで左に引っかかってる。で、左って言ったらフェースの向きは逆に右になってないんだけど、いわば必ず軌道とフェースの向きは逆になってるんだけど、うん、でスイングの軌道はジュンさんの場合は普通に打つとアウトサイドイン軌道になるんで、はい、うん、基本はもちろんフェードなんで、うん、とにかくフェースの面をが被らないように注意していかないといけないということなんですね、はいはい、そう今はこうやって今左向いちゃってるんで引っかかっちゃってるんですけど、うんうんうん、そうじゃあちょっとやってみましょうか、はい、だからフェードの場合は軌道がアウトサイドインになって基本にその軌道よりもクラブフェースが開いていればそこからスライスしてるという感じ。スタート今はどうしてるんですか？で、今は結構帰っちゃってるんで、はい、でバックスイングしていただいて、でインパクトで、その後手の近くどういうイメージですか？考えてる。あんま考えてない。当ててるって感じ。はい。あのね、あんまりこう、例えばフェースローテーションの際に引っ掛けたくないなっていう時は、こうやって当たったら、ちょっとこの、こういう方向に手を使う。ちょっとグイってやる。そう。要は、あの手の引き方。自分の、そう、手のひらが自分の方を向くような使い方、うん、なんとなくそうなんですね。なんとなくそうですね。そう。で、フェースを今度逆にドローに打ちたい場合っていうのは、はい、クラブがインサイドから降りる場合ですね、うん。インサイドから来て、来る場合は、ある程度ロッククラブを閉じていかなきゃいけないんで、右手のひらを下に向けて使う。そう。こうすると、へぇ、はい、だから、ドロー打ちたければ、右回りのスイングとフェースローテーションが必要なんです。そう、こういう使い方。なるほど。あ、でも今一回フェード打ってみましょうね。そう、軌道はなんか今いつも通りの感じでいいんで、はい、うん、ちょっと右手のひらをちょっとこう、はい、自分の方に向けてあげる。なんとなくそのなんとなく、うん、はい、わっ、出た。いや、もう強烈、ほら、ね、え、よくじゃないですか。すごっ。今度そうするとここの左とフェースの向きがこれ逆になるじゃないですか、うん、そうするとこういう球になる。すごっ。いや、だからこういうのをじゃあどうやって使うかっていうと、うん、じゃあ例えば左引っ掛けたくないなとか、はい、あのグリーンとかでも
あ、私その時が苦手でしょ、はい、苦手な時にこうやって例えばやっちゃうとこうやってやればやるほどボールはもうフックしてる、そう、例えばグリーンがこうやってあって、うん、ピンが左手前にこう切ってあったとしたらもうこれをこうやって受けてるわけです、うん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 、でもこのピン基本的にはセオリーで言うと、まあ、ここを狙ってってもらいたいんだけど、そうですね、でもやっぱりこれだけじゃつまんない、うん、ピンを狙っていきたい、ピッチング以下だったらあピン狙いたいよねってなるんだけど、うん、左しっかり向いて左に来ないような打ち方をしてる、なんかその時にはこうやるんじゃなくてちょっと手のひらを自分の方に向けてあげるようなイメージ、こういう、あの、うん、要はそうこういうボールになるし、うん、左には引っ掛けにくくなる、まっすぐ行ったとしても、はい、今のなんかもほとんどまっすぐでしょ、ま、うん、っすぐなんだけどそうちょっとこういう、そうそうそう、そうそうそう、これが今、まあまあ、すごい、本当にはそういうふうにはならない、うんうんうん、そうそうそう、そうするとフェースのターンが少しこう抑えられるんで、なるほど、今度ドロー、じゃあドローは軌道が今度、まあ、いわゆるインサイドアウト、インサイドアウト、そうインサイドアウトでフェース面がいわゆるこうちょっと閉じないといけない、さらにはそうこうやって右手のひらが下を向くような感じできます、ね、普通できない、ちょっとやりにくい、だからいつものスイングの逆なんで、そう、そういつものスイングの逆なんでちょっとやりにくい、やってみます、いやでもこれすっごい極端にやってるんだけど、これは右と左逆になったでしょ、あできてる、できてる、ただ今思いっきりやってるから、うん、曲がりすぎちゃうで、ギュッてやりすぎちゃう、やりすぎてる、だからもう角度的にもう9度近く左向いちゃってるんで、うん、そうこれはもうちょっと、そう少し優しく優しく、あすごいね、すぐできちゃうねすぐできちゃう、あそうそうそう、いや悪くないでしょ、だからあ結構返すの上手ね、返りすぎてる、返りすぎてそう、うん、これは球、そう、これはだから結局こういう球、最近こういう打ち方してる、そうだから少しこうやって使ってあげた方が、さっきのフェードみたいなこう、ね、そう使い方をしてあげた方が今の最近の調子の悪さってのはこういう意味で、直しやすい、簡単でしょ、ね、あでもなんかちょっと気持ちやるだけで、このね曲がり幅をコントロールするのっていうのはやっぱり2種類するのができちゃうけど、うんうん、どっちかにも言える、でゴルフって2ショットを前提で組み立てた方がよくて、うん、要は絶対に打っちゃいけない方に打たなきゃいいんで、はい、今の打ち分け方が2通りざっくりできれば、はい、コースで両方危ないんだけど危ないじゃないですかないですね、そう両方危ない時は刻むしかないから、うん、そう考えると今の感じがねできる、初めましてのなんか感覚ですね、うん、この手を、うん、ドローが難しいドローはね逆だから、でも練習的にはあれなんですよ、うん、だから、ジュンさんの場合だとアウトサイドインのちょっとクローズフェースになりやすいんで、はい、練習はやっぱりドローを打つような、練習するとすればね、うん、ドローを打っていくようなスイングにした方がスイングが整ってくる、はい、あんまり偏りすぎちゃうと、やっぱり打てないボールが打てる、だってボールが上がらないとか、飛ばないとか上がるとかになってくるんで、極力その、ニュートラルなっていうところを目指して練習すればいいと思うんですけど、だからちょっとドロー系のイメージ、苦手な方を練習してあげると、うん、コースというのがやりやすくなります、ね、はい、でもアイアンも一緒ですか、アイアンも一緒です、ちょっとアイアンもアイアンもやるんですか、はい、アイアンも一緒、アイアンも一緒で、そう、これよくなんかYouTube とかの小屈とか出てきません、小屈でとかあんま見ないですね、そういうのは見ない、あんま見ませんでも見てる人は見てる人、そう、見てる人、そう、うん、いやゴルフ選手、あの小屈と小屈っていうのはこの手のひら側に折れる動き、あこう、そうで、これが背屈、背屈、はい、でアイアンって構えた時と、うん、構えた時とかって構えたりしたら、うん、よくこのインパクトっていうのはこういう感じになるんですよ、うんうんうん、だからアドレスとインパクトって違うわけですよ、はい、でこれって単純に手が前に出ただけだとフェースが開いちゃうじゃないですか、そ
ですね。だからみんなハンドファーストで、チャレンジして、うん、みんな諦めちゃう。なるほど。そう、スクリューだからこうやってちょっとスクリュー打ちみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、こうやって前に出た分だけこうやって手首がこうやってなったり、うんうんうん、そう、ね、だからさっきの言うと右手が下に、うん、右手のひらが下に向いてくると、うん、ハンドファーストに当たってもフェースを通してくれるので、まっすぐ。やりましょう。やりましょう。フェード、フェード。フェード。フェードね。はい、右で。そうそうそう。見ます。うまいね、やっぱね。そう。もう今なんかもうまっすぐ。まっすぐ。まっすぐ。で、まあ、今ので言うと、左に、うん、クラブは左に振っていって、うん、フェースメンが右を向いてる。だからこういう球、うん、そう、これやっぱ閉じやすい最近で、しかも軌道がアンサイドで強くなる、うん、そうそうそう、こっちは得意だから、うん、ほぼほぼこれもまっすぐ、うん、でこれ、まあ、今日は違うけど入射角でマイナス 2.7 度はちゃんと 2.7 度から入ってきてるよっていうか作ってないよっていう感じ。ドロー？ドロー難しいな。ドローは逆だからね。はい、そう、そう、前回の右回りと、そう、このフェースローテーションができないから、できないから、二つになっちゃうからね。こうして、うん、こう。まあ、そうそう。いけそう。いけそう。いけそう、いけそう。ああ、ちょっと。甘くないね。あ、でも。あ、ちょっと曲がってる。できてる。あ、できてる。できてる、できてる。今度右と左で逆になるじゃないですか。うん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 。そう、これが今のところ。だからまず、だから皆さんは、はい、一番簡単にできるのが、やっぱり、やっぱボールの側曲がる要素っていうのは、フェースの向きなんですよ、ほとんど。うん、パターも一緒です、はい。ドライバーも一緒。例えばパターとかでドライバー引っ掛けた、プッシュアウトしたとか、いろいろあると思うんですけど、はい、あれって軌道じゃなくて、インパクトのフェースの向きだったりするんですよ、うん。だからこのフェースの向きのコントロールを、まず大雑把に、両方できると、中間のまっすぐに近いところがやりやすくなる。そう、手のひらを自分の方に向けて使えば、うん、まあ、かぶりにくくなる、うん、だからちょっと右にボールが曲がりやすく、うん、これが逆に下を向いてくれば左に、まずはこの2パターン打ちゃう、うん、ものすごい優秀優秀、こんな簡単にいかないですか、ね、上手、ありがとうございます、うん、はい、ということで、はい、今回はドローとフェードの打ち方を教えていただきました、はい、ありがとうございます。もうざっくりですけど、はい、皆さんトライしてみてください。トライしてみてください、はい、すごい簡単、簡単、まあ、難しいですけど簡単ですね。わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい、うん、すごいわかりやすい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次回の動画もお楽しみに。